今回紹介するのは、日本人の神入門、神道の歴史を読み解くという本です。私は日本史には大いに興味があるのだが、神道には全く興味がなく、日本史本の中で時折出てくる神道関係の記事については、よくわからないまま読み流しているというのが実態だったので、 日本史を本当に理解するためにも本書を読んでみることにした本書を読んでいて特に強烈な印象に残ったのが少なくとも私にとっては初耳である日本神道を代表するアマテラス大神八幡神大国主の御事に関する非常にユニークな筆者の見方だった筆者はまず 当初は大国主の御琴と共に宮中において祀られていたという控祖神である天照大神がなぜ大和からはるかに離れた伊勢に祀られるようになりしかも代々の天皇が伊勢神宮に参拝しなかったのかという謎について第2章で考察している第3章では もともとは朝鮮半島からの渡来神である王神天皇が集合した八幡神について王神天皇は父である中節天皇を天照大神に殺されていることから八幡神をめぐる信仰の展開過程を追って王神天皇が天照大神に敵討ちを果たしたあるいは 八幡神が控訴神としての天照大御神の地位を算奪したとも言えるとしそこにどういった現実が反映されているのか想像力を働かせれば隠された歴史を発掘することも可能かもしれないとしている第五章では大国主の御事についてはさまざまな謎がつきまとっており大国主の事ほど多くの別名を持つ神は他にいないとし 大国主とは複数の神が一つに統合されたという解釈も成り立ち謎が多いのもそれぞれの神に関連するいくつもの物語が一つにまとめられたからではないだろうかとし大国主のみ事のことを考えていくと解くことができない連立方程式に直面しているような気持ちになってくるとまで言っている筆者は最後に「終わりに」で。 なぜ歴代の天皇は伊勢神宮への参拝を避けたのかという第二章で提示した謎に改めて立ち返り明治時代になって天皇の伊勢神宮への参拝が解禁されて以降の日本の姿は天照大神と中節天皇の物語を思い起こさせるとしている本書で筆者が披露している一連の味方の頭皮は 私のようなな素人にはわからない。しかし宗教というものはもともと人間が作り出したものであり第五章で筆者が祀る側と祀られる者との間での相互交渉で神の姿は自在に変化しそこに複雑な世界が展開していくと述べているように神道がたどってきた歴史の中のさまざまな謎について 筆者ののようなな見方が成立するる余地も十分にあるのでははいかとは思えた。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします